これのロケ地が国立をよく使ってたんですけど、僕国立でずっと育ってたの で、あのそこで撮影できたのがすごくなんか楽しかったなっていうのもありますし、なんかだからなんですかね、国立ってもうただ住んでるところだったんで、まあそこに朝倉さんがいたりとか撮影クルーがいるっていうのがなんか不思議な感覚で撮影をしていたなっていう思い出はありますね。なんていうんですか、地元の人たちのなんか愛情みたいなのがたくさん詰まってる街だなっていうのをすごく感じましたし、今回の映画でも冒頭にお蕎麦屋さんだったりとか、中盤初見が帽子屋さんとか、あと公園に行くところがあるんですけれど、そういう地元の方があの愛して一緒にこう暮らしてきたような、そういう懐かしいお店がたくさんあって、またその高い建物も少なくてのんびり歩ける道もたくさん多いので、また夏でしたし、すごい日当たりのいい街っていう、そういう気持ちいい場所だなっていう印象が残りましたね、はい、なんですかね、あの、まあ、よくあるんですけど、僕あのその職人さんとかとこう話してる中、まあ、撮影以外の部分 でスタッフさんに発見されないっていうのが第一の目標なんですよね。なんか馴染みすぎていないみたいな感じになれたらベストかなとか思いながらやってるので、なんかああいう職人さんのシーンとかは本当に面白いですよね。なんとなくその読んだ当時がまだその厚みの役の年齢より2つくらいまだこう年齢も下だったので、あのなんだろう、その20なんかそういうズレがあったりするかなとは最初思ったんで心配したんですけれど、意外と読んでみるとそんなに何かあの年齢ゆえに何かこう隔たりを感じるものはなくて、ほとんどその彼女のずっと抱えてる何か後悔だったりとか、解決できないままそこにいる感じとかはすごく自分にも身に覚えがあることだったりしたので、すごく共感できましたし、和室を選んで住んでる感じとか、そういうところは何かあの自分も和室好きだったりして近しいものを感じましたし、そうですね、あの共通するところはたくさんあったように思います。すごいかっこよかったのがあの手ぬぐいの下がってる、うん、あの一番私もお気に入りのシーンなんですけれど、シーンであのシグマさんが手ぬぐいをちぎって初見にこれよかったらって渡すところで、あれはなかなか手ぬぐいってこう切るのが難しかったですよね。ああ、そうですね、なかなかこう難しくてちょっと繊維が残っちゃうんですって、ビッってやってもそれが練習の時にじゃあやってみますかってなった時に、あ、難しいねってなって、でいざ本番になった時にそれは一発バーって決められて、はいって言われたんで、はいみたいな、さすがだなって思いました。そういうところは偶然です。いやいやいや偶然うまくいったんです、あれは多分。